こんにちは、みほとけです。ナム、今日は喉の痛みを治すおすすめ方法を教えちゃおう。もう私芸人やらせてもらってて、ライブ、トークショー、なんかロケとかでずっと喋ってることが多いんです。でつい最近喉痛くしちゃいまして、やっべえぞって思って、でまあ、この方法で喉を治しましたよってことで、風邪が流行るこの季節、いろいろ心配なことも多いでしょう。喉が痛くなってしまった時の処置方法、おすすめを私のお伝えします。まあ、こう見えても一応看護師の資格持ってるんで、インチキは教えません。喉の痛みに効く応急処置ドリンク、これ私がフォローしているツイッターのアカウント、インドカリーコさんがおすすめしている方法なんですけど、風邪をひいた日にこれをおすすめしているということで、早速喉痛に困っていた私やってみたんですよ。聞いた。レシピをご紹介します。生姜、蜂蜜、ターメリック、レモンを使ったスペシャルドリンクです。蜂蜜大さじ1、レモン小さじ1、ターメリック小さじ2分の1か4分の1ぐらい。早速作ってみましょう。はい、出来上がったドリンクがこちらでございます。いかにも効きそうなお色してますね。これターメリックの色でこんなになるんですけど、あー、いい匂い。蜂蜜レモンのね、香りがベースなんですけど、やっぱターメリック入ってるんで、独特のちょっとあの漢方みたいな匂いがします。あー、うめえ。でこのドリンクなんですけど、ちょっと私なりに分析してみたんですよ。なんでこんなに効くのかなっていうのが、やっぱり蜂蜜レモン生姜には抗菌作用があるので、喉の痛みの細菌を殺すのにすごく適しているし、あったかいドリンクということで保温にもなるのでね、すごく良いんですけども、やっぱ要はこのターメリックなんですよ。まあ、よく効きますよね、カレー作りの時に。でも実際使ったことなんか全くないんですけど、スーパー行ったら普通に置いてありました。はい、はい、意外とあるんで見てみてください。ターメリックは生姜科の植物の根っこにあたるんですけど、ターメリックがアーユルヴェーダっていう8000年の歴史のある伝統医学書にも登場していて、もう古くから予防医学としてターメリックはとても効果があると言われていたんです。中国だと漢方の材料として使われたりもします。だから別名命のスパイスとも言われてるんですって。すごいね。いわゆる秋ウコンのことで、この主成分のクルクミンっていうのが抗酸化作用、抗炎症作用があるらしく、まあ、シワやシミの改善とかね、すごく効果があると言われているんです。アンチエイジングですよね。あと消化促進、肝機能促進も期待できるらしく、だから二日酔いの日に飲むあのウコンの力的なドリンク、あれが流行るわけですよね。肝臓機能にもすごく効果がありますんで、このドリンク二日酔いの方にいかがでしょうか。まあ、こんなね、ターメリックが生姜、蜂蜜の抗酸化抗炎症作用と相まって最強ドリンク爆誕。これの抗酸化作用とか抗炎症作用とか、まあ、分かるんですけど、まあ、ともかくまずうまくて効きそうな味がするのと、あったかいドリンクを飲むっていうのがもうすごい心へのリラックス効果が半端なくて、これをいただいてから、まあ、よく眠ることでもう普通に体力超回復みたいな、はい、リラックスっていう点でもいいんじゃないかなって思います。ということで、みほとけがおすすめする喉の痛みを爆速で治す方法を聞きます。ということで、また見てくださいね。ありがとうございました。ビッグナム。